戦国時代、18歳にして無一文、負け知らずのままに自ら死んだ伝説の姫、鶴姫召喚。我ら最強の式神を召喚しよう。いで、猛竜魔よ。最初から神業か。
ソロユタ、祈りの力で暴言は救うのだ。魔界対戦。
たまえ、動け。生命一杯下さい。今日のところはお前の勝ちだ。心にもないこと。生命、今日のところはここで引かせてもらう。お互い十分に間を高めた。好きにするがいい。また生命。